ホルトン・クリスチャン・アープはアメリカ合衆国の天文学者、ニューヨークに生まれた。ハーバード大学を卒業した後、カリフォルニア工科大学で博士号を得た。1953年にワシントン・カーネギー協会の研究員になり、1955年にインディアナ大学ブルーミントン校の研究助手となり、1957年からパロマー天文大に29年間勤めた。 1983年からドイツのマックス・プランク研究所に加わった。アープは変わった銀河のカタログとしてアープ・アトラスを1966年に出版した。後に彼はこのカタログをクエーサー論争の証拠として用いた。アープのカタログは他の天文学者にも研究され、相互作用銀河と銀河の合体の様子を集めた素晴らしいものとみなされている。 その中にはアープ二2 2 0のように赤方変異の基準として使われるものもある。1966年338の典型的ではない銀河を集めたアープアトラスを出版した。彼はこのカタログを使って銀河の形成を解明することを目標としていた。1番から101番までのグループはどちらかといえば平凡な銀河であったが小さな天体を伴っていた。 1967年にアープはこれらのいくつかはクエーサーとしてリストアップされていることに気づいた。いくつかの写真ではクエーサーは銀河の手前にあり、他方では二つの天体に橋が架かかっていた。このことはそれらが非常に近い場所にあることを暗示していた。もしそうであるならハップルの法則に従えば似通った赤型変異を示すはずであったが銀河の赤型変異は クエーサーのものよりも小さなものであった。アープは赤方変異は宇宙の膨張によるものではなく非宇宙論的なものもしくは固有の赤方変異を持つからだと論じた。また、アープはクエーサーが宇宙に均一に存在しているわけではなく銀河近傍においてより多く分布していることに気づいた。これらの論拠からアープはクエーサーは 活動銀河核から放出された天体であり、親銀河と同程度の距離に存在するという仮説を立てた。この仮説は M87 やケンタウルスウザ A のような強い電波を放出している銀河によって補強されるとしている。クエーサーの研究からビッグバン理論は誤っていて、銀河の赤型変異は赤型変異の量子化論で説明できるとしている。 アープがビッグバン理論を批判し始めたのは1960年代である。しかしながらその後天体望遠鏡その他の観測機器は大いに発展を遂げた。ハップル宇宙望遠鏡が打ち上げられ、欠点問題のように有効光景が10メートルもある天体望遠鏡が運用されるようになった。CCD 撮像素子も今では広く使われている。 これらの新しい望遠鏡と機器は、クエーサー研究によく利用されている。クエーサーは、今では大きな赤型変異を持つ非常に遠い銀河で、あると広く認識されている。さらに、多数の画像調査、とりわけ、ハップルディップフィールドは、多数の大きな赤型変異を持つクエーサーではない、天体を発見している。また、赤型変異の効果が正しいとすると、 大きな赤型変異を持つ銀河のスペクトルは、金棒の銀河と合致する。星の生成が活発な銀河のみならず活発でない銀河であっても同様である。桁違いの膨大な研究データは、直接的にアープの仮説を検証していくことになる。最近の研究ではそれでもなおアープは、精力的にビッグバン理論を批判する論文を提出している。 しばしば、ジェフリー・バービチとマーガレット・バービチと共同でビッグバン理論に反論する著作を行っている。ありがとうございます。